日本ミツバチの捕獲は巣箱を置くだけで簡単にできると思っていませんか？こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今回は日本ミツバチの養蜂を始めたい方向けによくいただく質問をまとめていましたので、そちらをご紹介します。日本ミツバチの飼育を始める際に多くの方が抱く疑問が、日本ミツバチの飼育費用や飼育場所、注意点、日本ミツバチの捕獲についてです。いざ日本ミツバチの飼育を始めようと思うと、わからないことがどんどん出てきて不安になってしまいますよね。そこで今回は日本ミツバチの養蜂を始めたい方からよくいただく質問をピックアップして紹介していきます。これから日本ミツバチの飼育を始める方にはとても参考になる内容になっていると思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではスタート。趣味の養蜂はどのような場所で行えば良いですか？庭で飼えますか？日本ミツバチの養蜂はお花畑がある場所でしかできないのではと思われている方も多いのではないでしょうか。実は日本ミツバチは最大で2キロほど離れた場所にある花の蜜を集めると言われています。また人間が気づかないような小さな雑草の花からも蜂蜜を集めてくるため、周りにお花畑がなくても大丈夫です。養蜂を行うには日本ミツバチの巣箱を設置する1メートル四方のスペースがあれば十分です。そのため家の軒下や畑、庭など空いたスペースに巣箱を設置することができます。ただし住宅街など人が多い場所で養蜂を行ってしまうと、分蜂の時期に日本ミツバチが飛び回って近隣の方に恐怖心を与えてしまったり、ミツバチの糞が洗濯物や自動車を汚してしまって近所迷惑になってしまう可能性があります。これらの理由から日本ミツバチの飼育をする際には、隣のお家や大通りから10メートル以上離れた場所、通行人が近づかないような場所で飼育するようにしてください。場所の選定で見落としがちな意外なポイントは巣箱の盗難です。残念ながら巣箱の盗難は珍しいことではなく、最近では逮捕者が出たというニュースもありました。なるべく人目につきにくい場所に設置するようにしてください。子供や近所の方が知らずに近づいてしまってミツバチに刺されてしまう危険性なども合わせて考えると、畑や空き地がある場合でもあえて庭の隅を選ぶ方がいいと思います。週末養蜂チャンネル。お金はかかりますか？初期費用は？日本ミツバチの飼育の初期費用は少ないです。日本ミツバチの巣箱は手作りなら数千円で作ることができます。さらに日本ミツバチの群れは購入するのではなく野生の群れを捕まえます。ミツバチを呼ぶための誘引剤の購入費用がかかりますが、一般的なケースとして5つ巣箱を用意する場合を考えてみると、初期費用は数万円で済みます。捕獲した後も餌をやる必要がなく、ランニングコストはほとんどかかりません。蜂蜜の採取にも専門の道具は不要で、台所用品やホームセンターで売られているもので代用することができます。このように日本ミツバチの飼育では高い巣箱や器具を購入する必要はなく、ランニングコストもかからないため、比較的少額から始めることができます。また費用が負担になって途中で養蜂を続けられなくなるということもありません。ちなみに養蜂には数十万円の初期費用が必要と言われることがありますが、それは西洋ミツバチの養蜂の場合です。西洋ミツバチの養蜂の場合は巣箱や器具、群れの一式を養蜂場から購入するため20万円前後の初期費用がかかります。お金があまりかからないことも日本ミツバチの人気が最近高まっている理由の一つだと思います。初めて養蜂を始める方は日本ミツバチの養蜂から始めることをお勧めします。週末養蜂チャンネル。日本ミツバチを飼うのに注意点はありますか？日本ミツバチを飼う際に最も注意したいこと、それはご近所トラブルです。住宅地で安易に巣箱を設置してしまってミツバチの被害が出てしまえば、近隣の住民の方からはミツバチを住宅地で飼育する非常識で迷惑な人と思われてしまいます。またマンションのベランダでも養蜂は決して行わないでください。ベランダでミツバチを飼育してしまうとミツバチの糞が洗濯物を汚したり、明かりに吸い寄せられて隣人の部屋にミツバチが入ってしまったり、分蜂時のミツバチの多さにびっくりして大騒ぎになるなどトラブルの元になってしまう。熟練の方でもこうしたトラブルを完全に防ぐことは難しいですし、養蜂を始めたばかりの方には
想定外のトラブルも起こり得ます。なので決して住宅地では飼育しないようにしましょう。また条例で住宅地での飼育を禁止している自治体もあります。実際に週末予報が飼育している地域は山や田畑が多い田舎ですが、住宅が比較的多い町の中心部では刺されてしまいそうで怖いから飼育をやめてほしいといった相談や、分蜂しているのを見かけて驚いた近隣の住民の方からの依頼を受けて巣箱を移動したことがあります。週末予報チャンネル。どのくらいの確率でニホンミツバチを捕獲できますか？何年ぐらいかかりますか？ニホンミツバチの捕獲は巣箱を置くだけで簡単にできると思っていませんか？実はニホンミツバチの最初の一群れ目の捕獲はとても難しく、捕獲に何年も時間がかかってしまうことは珍しくありません。捕獲の際は空の巣箱を設置しておいてニホンミツバチが入居するのを待ちますが、自然が相手ですのでなかなか人間が思うようにはいきません。ベテランの方でも3割程度の捕獲ができれば十分な捕獲率で、初心者の方が手順通りにしっかり準備をした場合でも1から2割程度の捕獲率になります。これは1箱だけ置いておいた場合の話で、巣箱を置けば置くほど捕獲できる見込みは高くなります。ですので週末予報ではできるだけたくさんの巣箱を置くことをおすすめしています。ちなみにニホンミツバチの捕獲手順は、巣箱を作る、巣箱に蜜蝋を塗る、分蜂時期に遅れることなく巣箱を設置する、巣箱に待ち箱ロアを取り付けるとなっています。ちなみに週末予報では100カ所以上に空の巣箱を設置して年間に30から40群れを捕獲しています。初心者の方は捕獲の基本的な方法を実践できなかったり、巣箱の数が少なかったり、捕獲シーズンに遅れてしまうなどの失敗のために捕獲の見込みが大きく下がることも多いです。特に捕獲シーズンである分蜂の開始時期に遅れることはよくある失敗です。捕獲の見込みが高い時期は春先の1ヶ月間のみで、それを逃してしまうと大きく可能性が下がってしまいます。捕獲ができなければ翌年の春まで待つしかありません。捕獲時期の遅れには十分に注意するようにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではニホンミツバチに関することや飼育方法などを発信しています。この動画がもし面白かったらチャンネル登録や高評価、そしてコメントなどぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。